すいません吉川さん、これから言うこと信じられないかもしれないけど聞いてほしいんです。僕たちタイムループしてます。吉川さん、この1週間繰り返してます。ごめん声小さくて。この1週間繰り返してるんです。聞こえたけどよくわかんない。いやだからうるさいな。よく思い出してください。この仕事を無茶振りされたの何回目ですか。何回って数えてらんないよ。見ててください。今から部長がくしゃみをします。3、2、1。パス。そして郵便屋さんが間違えた荷物を持ってやってきます。お届け物です。ほら、株式会社ドリームナビゲーション。うちじゃないです、下の階。あのさ、仕事つまんないよ。みんな今週もイケイケどんどんで頑張りましょう。なんて言ってもわかんねえか。とほほー、あーもうやだやだ、50歳なんかなりたくないよ。時を止まれ。森山さん、もうそれでいいです。私がプレゼンで何とかしますから。遠藤君、まとめてメールしといて。必ず次に使う。ちょっと待ってください、絶対タクシーなんだ。危険です。失礼します、行ってきます。ね、みんなで力を合わせて今週も乗り切ろう。ねえ、よしよし。部長、私たち同じ1週間をずっと繰り返してます。本当に怖い。なんかからくりあるでしょう。同じ場所で足踏みしてるような人たちと私は違うんです。風黙っていてごめん。さあ繰り返しの日々から一緒に抜け出しましょう。